観光橋は、広島県広島市の八幡川に架かる道路橋。橋名の由来は、下記歴史参照。京橋,橋、栄橋、非地産橋、円光橋、工人橋とともに、現存する被爆橋梁の一つである。ちなみに、その中では、爆心地から一番遠い。市内方向から、宮島街道に入って一番目の橋であり。 大田川水系で大田川放水路へ流れ出る、八幡川に架かる橋である。近くに、JR 西広島駅及び広田西広島駅がある。1945年米軍作成の広島市地図。左橋中央の交互町にある太い道路が観光道路。なおこの地図は一部1930年代の情報で書かれているため。 恋まで道路が整備されていない。1945年原爆10日前の広島市空中写真。西広島駅まで整備されていることがわかる。もともとこの道は1930年代昭和強行以降の失業対策として全国で行われた道路整備計画の一つであり、広島市内から 観光名所である五福島を結ぶ道路として整備されたものである。当時は宮島沿線観光道路、宮島対岸観光道路、宮島観光道路あるいは単に観光道路と呼ばれていた。内務省直轄工事として1931年から1932年まで第一期工事が宮島口五海地間で 1932年から1933年まで第2期工事が五日市井ノ口間で行われた。井口から小井までは草津漁港整備の兼ね合いから休止となっており不便であったところへ広島県が事業申請し1934年から工事が始まった。この橋はその時に整備された橋であり、1937年11月鉄筋コンクリート橋として、 加強され、共鳴の由来は、この観光道路から来ている。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により、被爆、爆心地より約 2.56km に位置した。落橋もなく、具体的な被害もなかった。この道は被爆者が西へと逃げる、避難路として利用されている。また、 この地は被爆当日1時間近く降り続いた黒い雨の幸福域であり、この橋の下で雨宿りをして過ごした人物もいる。戦後すぐ、西広島駅からこの付近まで、道路上で、広島市により、降雪市場が設けられ、多数の人々でごった返した。戦前、戦中はこの道路は、国道2号となっていたが、 戦後新広島バイパス、西広島バイパス整備に伴い指導となり、主要幹線道路が移ったが、現在でも、交通量は多い。天皇杯全国都道府県対抗団市、駅伝競争大会での一区コースでもある。ありがとうございます。